か、そのわけだけしますでしょうか。え、WJさん、おはようございます。インターネットホームアイディア WJ の浜本です。11月の2日、米国はロシア北極圏での LNG プロジェクトアークティック2を、追加制裁の対象としました。西村大臣は、G7 のメンバーと連携し、エネルギーの安定供給を損なうことがないよう総合的に判断し、適切に、対応していくとおっしゃっています。ですが、現状日本は、軍事上の安全保障を米国に依存しており、その上、エネルギー安全保障まで米国の命令通りに従うとなれば、エネルギー資源の少ない日本は破綻してしまいます。日本は米国に対し、エネルギー資源を制裁の道具にすることはやめるように主張すべきであり、少なくとも日本は例外扱いするように明確に主張すべきではないでしょうか。他国の制裁よりも日本の国益を最優先するべきです。大臣のご見解をお聞かせください。よろしくお願いします。はい、ご指摘の北極 LNG2 プロジェクトについてはですね、ウクライナ侵略以前に最終投資決定がなされたものであります。当面需給の逼迫が続くと見込まれる LNG 市場におきまして、日本のエネルギー安定供給にとって重要なプロジェクトであるというふうに認識をしております。11月2日にアメリカが発表した制裁措置はですね、前回の制裁措置と異なってプロジェクト会社本体に対する制裁であることから、事業への一定程度の影響は避けられないものと考えております。関係者とともに現在その影響の詳細をですね、精査をしているところであります。まさにその影響を精査した上で必要があればですね、これはアメリカに対しても必要な働きかけを行っていきたいというふうに考えております。いずれにしても今お話ありましたように、 G7 の国々と連携しながら我が国のエネルギー安定供給を損なうことがないように総合的に判断をし、適切に対応していきたいというふうに考えております。